千住からお届け、足立人図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。足立区でキラリと輝く方をインタビューする動画サイト足立人図鑑、本日の案内人は東京未来大学の平山由里と申します。そして本日のゲストはこちら、落読インストラクターの濱田和弘さんです。はい、濱田和弘と申します。北千住で落読というスクールを開いております。落読ネームはカジです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらでは本日私も体験させていただいたんですが、速読ですね。速読といってもこちらは先ほどご紹介させていただいたんですが、楽読といって楽しく楽に早く読めるというふうにコンセプトとなってるんですが、どのような活動なんですか？はい、そうですね、難しいトレーニングはせずに、どちらかというと何人かでコミュニケーションを取りながら楽しくやりながら、いつの間にか右脳が活性化されて、はい、いつの間にか右脳が活性化されて、そしてその現象の一つとして本が早く読めてしまうという速読スクールになります。ちょっと私も大学入ってからたくさん本を読むようになりまして、うんうん、で早く読んでみたいなっていうそういう思いからこちらに伺ったんですが、うんうん、で体験してみてやっぱり一番思ったのはコミュニケーションですね。はい、で、お話をしながら一冊の本をなるべくまずは話してコミュニケーションしながら、うん、その内容は頭に別に入れなくていいんですよね。そうです。ちょっとなんか難しかったですよね、あれ。慣れないですもんね。そうですね。違和感がありましたよね。そう。でもステップを踏んでいくんですよ。それだけじゃなくていろいろなものを試してみて、そこから一番最後はものすごくスラーっと文字が自然体で読めるようになったのがすごく驚きでしたね。どうしても我々小さい頃から一字一句にこう集中して読む本、はい、読み方を、授業とかでも教わっていたので、そうですね、はい、その固定概念を外すことからまずしていきます。で、そうですね、速読と何が違うんですかね。そういう普通の音読というのと速読は、やっぱり心の中ででも、その文字をこうよく声に出さなくても音読しているパターンってあると思うんですよ。黙読というのかな。黙読、はい、はい、でもそれが結局は本を読むのに遅くしている原因の一つなんですね。そうなんですか。うん、脳はもっともっと早く読んでも理解できるぐらいの能力を持っているはずなので、その能力を使っていこうと。そうなんですね。はい、音読ももちろん、こう自分が発した言葉は自分の耳が一番聞いてますし、音読は音読でいいところもあるんですけれども、時間がなくて本が早く読み、もっと早く読みたいとか、もっとたくさんの本を短時間で読みたいという方にはこの速読のメソッドをおすすめしていますね。では加地さん、はい、この三角形、はい、素晴らしいですね。学びと出会いと気づきですか。はい、お話伺っていいですか、これ。はい、まず最初にですね、はい、このは全てのベースがやっぱり出会いなんですね。はい、出会いというのは人との出会いももちろんそうですけど、物との出会いや、企業さんとの出会いもありました。実はですね、まあ、この三角形、こっちが左脳でこっちが右脳だったりするんですね。左脳と右脳ですか。はい、はい、あるいは学びの方がインプット、はい、そして気づきの方がアウトプットっていうことになります。はい、今学んでます。はい、はい、ありがとうございます。学びというのは人から聞いて、人から聞いたり学んだりして、ほうほう、なるほどなと、思うことですね。それをインプットすることによって自分の中で咀嚼して、こう噛み砕けるだけ噛み砕いて自分の中に落とし込んで、もしかしたら自分が経験したこのことがそうなのかなとか、他の方から聞いた話のこれがそうなのかなというふうに織り交ぜると、あ、ということはこういうことかとかね、じゃあ俺はこういうふうにしてみようっていう気づきにつながるわけです。なるほど。速読に出会ったのはなぜですか？きっかけはありますか？そうですね、もともと僕は足立区に携わるようになったのは、企業に勤めたんですね。はい、足立区内の会社に勤めたんですけれども、サラリーマンとしてずっといたんです。はい、ただ
経営者のお向けの勉強をすごくしていて、その勉強会の組織で会った方にお話をしたんです。僕はいつか起業したいんだと、はい、そしたらその方が、ハマちゃん何かやるんだったらこの酪毒ビジネスをやったらどうって、ハマちゃんにぴったりだよっていう方がいらっしゃって、そうなんですか、うん、それで僕も今回平山さんが受けてくれたような体験セミナーを受けたってことなんです。はい、それって誰ですか。鴨頭義人さんって方なんですよね。アルバイトから社員としてまで25年間マクドナルドで、お、私も働いたことが、本当ですか、はい、従事してた方で、最優秀店長賞とかにもなられて、素晴らしいですね、はい、その経験を生かしてサービスを提供している人たちをもっと幸せにしてすることができると、次のお客さんに対してもいい笑顔をできるんじゃないかという活動を、ハッピーマイレージ活動ということをされている方です。その鴨頭さんに勧められて、酪毒に僕は出会いました。ありがとうございます。まあ、今までから続いてこれからも続いていく出会いについてなんですけれども、はい、やっぱり僕はこの出会いに関しては、特にこう笑顔を大事にはしてるんですよね。そうですよね、素敵な笑顔ですもん。ありがとうございます。私マクドナルドで笑顔は勉強したんですけど、いや勝てないです。本当ですか。難しいです。これでも素晴らしい。昔はそうではなかったんですよ。そうなんですか。昔は結構短期の方でイライラして、自分自身をイライラしてしまったり、人をイライラしてしまうこともあったんですけど、ある時からいろんなことがこう気づき、それこそ学びがあって気づきがあって、結局もともと僕完璧主義だったんですね。完璧主義、うん、で完璧にできないとイライラしてしまったり、こう人をこう責めてしまったりしたんですけど、今完璧にできることと今完璧にできないことと両方あるんだな、一つの物事に必ず両極端の目が、一見いいなと思うその裏側にはそうではないことが隠されていたり、一見嫌だなと思うその裏側にはそうではないことが隠されていたり、一つのことには見方によっていろいろ様々あるんだなと思った時に、完璧にできることと完璧にできないこととあって当たり前なんだと思ったら、すごく気が楽になって、なるほど、イライラする時間が減ってきて、そうですね、はい、その代わりにこうニコニコできる時間が増えて、あ、素敵な時間が、はい、ハマちゃんの笑顔いいねって言われながら、あ、素晴らしいですね、はい、こううまく好転していったんですね。じゃあやっぱり笑顔は万人受けするような大切な武器ですね。はい、あ、素晴らしい、はい、その攻め心を抱かずに、もう、まあ、許すと言ったらあれなんでしょうけど、はい、笑顔で迷路愛まで行ったらいいのかなと。素晴らしいですね、やっぱり、ね、うん、だからここで本当に初対面なんですが、うん、本当に距離の近い、うん、やっぱりカジーさんの笑顔もすごく嬉しかったです。ありがとうございます。どうしても初めての場所ですし、はいはい、まあ、これだけの環境を作りながらも、うん、どうしても緊張されてしまう方は当たり前にいるんですね、はい、でもやっぱりこう実際にこう笑顔で接したりこうコミュニケーションを取っていくと、だんだんほぐれていって、だんだんもうレッスン終わった頃にはもうニコニコになってくるのがすごい面白くて楽しくて、そう、ああまたいい出会いがあったなみたいな感じで、すごいもうなんかリラックスですもんね。酪毒は、はい、新しいものを身につけるというより、今までついてしまった余計なものを取り外していくという考え方なんですね。余計なものをサビとか足かせになっているものを取り外して、重い鎧になっているものを取り外すと、もうできることしかないピュアな本来あるべき姿に帰っていただく、そんな環境を提供するのがこの酪毒北千住スクールです。なるほど、はい、カジーさんの、はい、このこちらにいらっしゃる方で、うん、はい、もしそうですね、よろしければその来ていただいた方が、はい、こんな変わり映えをしたぞという、もしエピソードあったら教えていただけますか。そうですね、もう いろんな方がいらっしゃるんですけども、はい、例えば、酪毒に触れて、実際にレッスンをする中で、酪毒の仕事っていいなって思う方が少なくなくいるんですね、はい、はいはい、自分の仕事を辞めて、酪毒のスクールを開きたいっていう方もいるんですけれども、でもその方はまず自分の会社、勤めてる会社にとどまることを決意して、
自分の会社を良くしていこうと、自分の会社の中にこの楽読を導入していこうと、社長に直談判をして、はい、その企業内の会社内の研修としての楽読を導入したという方もいらっしゃいます。それでその社内、その会社の中では、初の女性としてのこう昇格をされたという方もいらっしゃいますね。素晴らしいですね。そういう方もいらっしゃいますし、はい、あとは、男性のある会社の社長さんなんですけども、私と同じぐらい同年代の社長さんなんですが、こうなかなかご家庭に帰る時間もなくて、ちょうど高校生ぐらいの娘さんとすごく距離が空いて、高校生の娘さんとの感覚もこう空いてしまっているので、なかなか話が噛み合わないっていう悩みを持っている方もいらっしゃったんですね。そういう方はどうなったんですか？はい、その方も楽読レッスンを続けることによってやっぱり感性が高まっていくので、はい、こう高校生である娘さんとの会話がすごくスムーズに、いつの間にか気づいたら娘の方から話してくれるようになったって、涙を浮かべながらね、いう方もいらっしゃいますよ。何が起こったんですかね。素晴らしいですね。やっぱりこう仕事仕事で疲れというか、自分についてしまっている何かがこう、綺麗に取れた時にこう感性が高いというか、純粋なピュアなところがに戻った部分があるんだよね。ありがとうございました。それでは、はい、最後にこちらフリップに出ております。エンディングといたしまして、カジさんにとっての足立区とはどんな街でしょうか？はい、そうですね、僕はやっぱり、もともとは地元千葉県野田市におったんですけども、野田市に暮らし、野田市の会社に勤めておりました。野田市から出たことがあまりない、会社が終わって家に行き、そしてまた次の朝会社に行くという生活を11年近く続けておったんですね。それがやっぱりご縁があって足立区の会社に行くようになり、まあ電車通勤で1時間ぐらいだったんですけどね、それによってさまざまなやっぱり出会いと学びと気づきがあって、僕自身こうすごく成長できてきたなと思いますし、こうして今は楽読北千住スクールというのも開かせて、この地で開かせていただいてますし、これからますます自分自身も成長していって、そのコップから溢れてたところを周りの方々にいい影響を及ぼしていけたらいいなというふうに思います。そしてみんなで今からこう少しずつでも小さな気づきをたどりながら、成長を遂げてや、みんながニコニコピースでハッピーになるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。本当にこんな至近距離でこんなリラックスして話せるなんて初対面ではありえないので、本当にカジーさんは笑顔の魔法ですか？ありがとうございます。カジーさんにお会いしに来てください。ぜひ。体験レッスン、体験セミナーは随時募集して受け付けておりますので、ぜひインターネットで、楽読北千住スクールと検索していただけたらと思います。はい、ぜひ応募お待ちしております。お待ちしております。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。本日はカジーさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。